なんか直してくれるなんかその液なんですけどそれが今出ててそうなんですよ時間が経てば収まりますでも昨日やったばっかなんですよね <laughs> ごめんねちょっとマスクで申し訳ないですすいませんありがとうございますめっちゃリアルでしょそうちょっとこれですこちらですそうなんですよ今そう傷パワーパッドみたいなやつを顔に貼ってますめっちゃ生命感じるそう昨日ねその受けてきてそうなんですよ そう地元のその前にこっち側やったんですね私3年前ぐらいかなこっち側やってそうそれで今回3年越しにこっち側もいつかやりたいなと思ってて今回3年ぶりにやってきました多分これでもう肌治療は終わりますはいレーザーで焼かれた時はあのー、麻酔をされてたので全然大丈夫でした痛くはないんですよねそうでもすごい焦げる匂いして <laughs> <laughs> 焦げる匂いがしてそう焼いてるからそうなんですよなのでありがとうございます全然ごめんねむしろちょっとマスクの状態で話すことになっちゃうんですけどなんかマスクすると私嫌なんだねあんまりマスクしてやったことないよね今までねなんか自分の顔にすごくあのありがとうすお総菜からかさぶたに。 ななりますすはいそうなんですよマスクでした私私もなんか初めてレベルもしかして初めてレベルかな私大体ショールームする時少し化粧お化粧してるからなんかそうだね軽くお化粧したりとかしてるけどそうなんだよねあ本当んと助手さんみたいありがとうございますレアなマスク。 <laughs> ありがとうございますそうどんな感じであの配信していきたいなと思うんですけどえっと何から話していけばいいけばんだろうねそうありがとうございますあれから私ちょっとできてなかったんですよねそうあのー、そう昨日配信したいなと思ったんだけど昨日の方がちょっともうわーって感じだったのでこちらがそう今ちょっとだいぶ落ち着いてきた方なんですけどでそう配信したかったんですけど配信できなくてまずは本当とにあの10枚目シングルの選抜に。 選んでいただいたこととそして選援安全松じゃなくてそのリリースできることにすごくすごく感謝してます応援してくださる皆さんいつもありがとうございますありがとうございますメルトありがとうございますそうまさかまさかのね本当にあのー、デビューシングル青春時計からずっとね選抜メンバーに選んでいただけて本当にびっくりしていますし こうやって選んでいただけたの応援してくださる皆さんのおかげですし本当にまさか本当にねその私が活動している間の中で十枚もシングルを出させていただけることもすごく嬉しいしありがとうございます本当にありがとうございますねびっくりですよね本当にねありがとうございますとても嬉しいですし やっぱりそうですね「そのショールームさんでその選抜発表させていただいた時に映像が流れたじゃないですかそう青春時計からそうあの今までのねそうシングルの映像を流れた時にやっぱりその時ずっといねその時その時の思い出があることがすごく嬉しいなって思いますしそうあの映像を見た時に何かすごくあのなんかね あ、なんかここまでやってきたんだって思いましたねうんありがとうございます本当にそう嬉しいです全部に参加させていただいてるので本当に嬉しいですね積み重ねて感じそうですねなんか積み重ねてきたのかなって思いますすごいですありがとうございます本当によ思い出がよみがえってきて そう青春時計もそうですしそうあのなんかもうでもだいたい思い出せるのが MV のね撮影風景なんですけどだいたい寒いんですよ <laughs> あの頃あの頃寒かったなあの時も寒かったなあこの頃も寒かったなって <laughs> そう新潟でその撮影させていただいてるからそうそうなんですよだから結構寒い思い出がたくさんあるんですよね <laughs> あそうシャビピーぐらいからあそうですねあの 暖かく、暑い中で撮影しましたね。そうなんですよ、だいたいほぼ寒いんですよね。うん、そうなんです。だから、そう、あのー、ね、本当に、そう、その時、その時、本当にね、そう、あの、どうなるかわからないけど、こうやって、その十回も選抜に入れていることは、すごく、すごく嬉しいなって思いますし。その今回のシングルも、あの十枚目ということで、それで十年。 10年目ということでそう 10, 10, 10年目ってやってるかなそうなのでこうやってこういう節目に、あのー、出させていただけることはすごく嬉しいですしあのー、そうですね今回は十分に応援してくださる皆さんにも喜んでいただけるようにはいあのー、みんなでねそうあのー、素敵なシングルにできたらいいなと思っております。 ありがとうございます本当に十分にね <laughs> ありがとうございます本当に嬉しいですねうんありがとうございますどんな曲なのか気になるですよね楽しみにしててください <laughs> なんかごめんなんかあんま言りそうだねなんかそう言いたいけどまだねそう言えないことがそうまだね言えないことがあるんですよ <laughs> めっちゃ言いたいよ <laughs> めっちゃ言いたいことがたくさんあるんですけどそうあの楽しみにしていただけたら嬉しいなって思いますはい ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。期待します。ありがとうございます。はい、ちょうどね。お口ミッフィーになるお口マスクしてるので、マスク <laughs> お口マスク <laughs> ね。そうなので楽しみにしていただけたら嬉しいなって思います。はいえ、8月28日楽しみにしてるありがとう。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。なので楽しみにしていただけたらとてもとても嬉しいです。はい、ありがとうございます。 そう本当にそうだよね10枚目ねねっ10枚目ありがとうございますそしてあとあのー、昨日からですよね昨日から出会ってますよね昨日からそう受付おしゃべり会の受付申し込み申し込み受付も始まってるのでそうありがとうございます一時当選したよっていう嬉しいご報告も聞けてとてもとても嬉しいですしあの皆様にお話できるのお会いできるの今から楽しみにしてます。 ありがとうございます。あ、新潟まで会いに来ます。rca あ,ありがとう。待ってますね。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。オフラインに当たって当たりました。待ってます。あり会いに行きます。申し込んだよ。ありがとう。ありがとうございます、えー、とりあえずオフラインオンラインを確保してありがとう。ありがとうございますね。今から緊張してる。嘘 <laughs> 緊張しなくていいよ <laughs>。 緊張しないしし緊張しなくていいです私緊張緊張しなくていいです本当に多分私のところに通ってくださる方でもう緊張しないって方の方が多いと思う <laughs> もう多いと思うので、はい、ありがとうございますそう嬉しい本当にねあのシングルが本当にこうやってリリースできるの本当に応援してくださる皆さんのおかげなので本当に一枚一枚ねそうあの思い出をたくさん作りたいなと 思っております久しぶりだよね。そうだよね。そう、久しぶりだよね。ねありがとうございます。待っててくださって。ありがとう。嬉しい。ありがとうで、ね。いつも緊張。本当ですかでも全然緊張してるように見えないけどね。ありがとう。再会って感じ。え、わかります。再会って感じだよね。ねえ、嬉しい。ご無沙汰なので。本当ですかありがとう。そんなことない。緊張しかせ本当にありがとうね。待ってますね。ありがとうございます。あ、そう オオカカママななかっ、ね、<laughs> なかっったた夏のがんですよそうあ結構今までのいつぐらいからだろうねシングルでなんか「夏のオオカマ」<laughs>「灼熱だ」って言ってたんですけどそう今回はそう秋のオオカマなのでそう夏はないんですけどそうなんですよ夏の夫婦通信になりつつあったんですけど今回はあの本、ー、当 <laughs>、ね、寂しいえ夏のオオカマないの寂しいですか本当 寂しいですかええー、まあね多分ちょっとねなんか年々なんかさ気温が上がってるじゃないですかだから多分あの回避したのかなって思うんですけどあ多分スタッフさんも大変ですねそうだね応援してあの来てくださる皆さんもあの大変だと思いますし本当皆さんがねそう大変だと思うのでそう秋の大釜を、ね、楽しみましょうねあ確かにもう寒いかそっか寒い時期にかかってるかうんねいざなくなっているゃ <laughs> 嬉しいんだ。<laughs> いさなくなって。<laughs> ね、なのでね、そう、秋のオオカマを楽しみにしております。そう、ハイムなので。そうですね。ぜひぜひ。お待ちしております。そう、ゲリラー。えー、あ、そうだね。ゲリラ豪雨の時もあったよね。そうだよね。ね。えっ、ー、と、まりちゃんのしっこ見にももちゃんとか言って。<laughs> ちょっと待って。これは、多分ん。まりちゃんのしっこ見にじゃない。あの、ももちゃんをミニでしょもう。そうだよね。多分言い訳だと思う。<laughs> めっちゃいいわけだね <laughs> あでもそう嬉しい本当にそうももちゃんがあの連絡してくれたんですよそうそうまりナ,ナさんのお洋服そう,そう最初その貸してくれ、ね、貸していただけませんかって言われたんだけど全然私あもう本当にいっぱいその今まで着てきたそのお洋服でお下がりがたくさんあるのでそうも,もちゃんに「渡したいいと思いますそう絶対そう私の私服をミニ」じゃないよも,もちゃんをミニだよね絶対ねそうぜひぜひ。是非是非 なのでいいそう本当嬉しいですもうちゃんそのもうちゃんがね私の大盛りを着てくれるということでぜひ <laughs> ぜひぜひ見にぜひ見にっていうかあの本当にもうちゃんもね素敵な子なのでそう本当にねマリナさんマリナさんって言ってくれて大大感謝ですうんありがとうあ本当当選したよありがとうございますいい口実ができた 行行く方ねく方ね多分でも私好きな私好きな私のことを応援してくださる方であのももちゃんのことが好きな方たくさんいらっしゃるので多分今回撮ってる方多いんじゃないかなって思いますはいねそうだと思いますえっとまりなの私服も楽しいだし浴衣姿あるのかそう浴衣はねどうしようかなと思ってそうどうしようねいつ着ようかなっていうのにずっと悩んでる <laughs> ずっと悩んでるんですよねそうでもなんか私前も行ったことあるかもしれないんですけど本当にあの毎回絶対お母さんに相談してるのでそうお,お母さんに相談してお洋服を決めてるからもうなんかそのなんていう間にだろう毎回が勝負なんですよ <laughs> 毎回が毎回が毎回毎回勝負なのでそう <laughs> 勝負なのであの楽しみにしていただけたら嬉しいなって思いますはいそうそうなんですよね毎回毎回賞毎回勝負服そう毎回勝負服です <laughs> そう毎回勝負服ですねうん勝負服っていう言葉があってるのかわかんないけどそう気合い入ってますあ気合い入ってるって言いたかったそう毎回毎回勝負だし毎回気合入ってるからそうぜひあのー、私服にもね あの見てんシックにも注目していただけたら嬉しいなって思いますし、あの来ていただいたら本当にあのお悩みでも何でも <laughs> お悩みでも何でもねお聞きしますし、あのたくさん今までのそのお話ししたかったことも話せたらいいなと思っております。はい、そうなんです。バニーガールはないですね。はい、女子高生のコスプレもないですね。<laughs> はいなのでお待ちしておりますねはいでももう常にお洋服とかはもう買っててそう何着か買っててそうどれ着ようかなって悩んでますはいなので楽しみにしていただけたら嬉しいなって思いますあかぶり物をかぶる予定はないんですよね <laughs> そうかぶり物をかぶる予定はないですねなんか写真とかがねあればそうかぶりたいんですけど今回そのおしゃべりが あれなので、そうなんですよね。えっ、ー、と水着は水、まあ、ごめん水着って読んじゃったこれ水丸って合ってる？水着もないですね。<laughs> 水着着たら私ができになっちゃうから、うん、そうなんですよ。はい。なので、あ新作はえっ、ー、とショールームで、ショールーム私の個人のショールームで、あの発表します。あのお見せします。今度待っててください。もうちょっとですね。もうちょっと、もうちょっとですね。はい。もうちょっとです。 そう買っててそうまだお披露目してないのが結構たくさんあるしあのそのためなんかこのタイミングで着れたらいいなって思ってるやつがあるのでその時に着れたらいいなって思いますシャム猫こしゃむねこしゃねこャムむねみたいなのってあるのかなあるのかなうん猫っぽいっていうことですよねそうねなんかあんまりなんかハロウィンの時にはあのメイドさんやってたけど 確かになんかなんかこうハロウィンみたいな時期が近ければ何かし何かできたら面白いですよね。ねそうそうなんですよ。シャムネシャムネ猫ね。<laughs> そうなのであ確かに本当はね衣装でできても衣装でできたらいいですよね。衣装も何か近くで見てもらいめる機会があるなら見てもらいたいなってめっちゃ思います。そうねそう衣装着たいよね。わかります。電約みたいにねわかるねできないかな。ねいつかなんか ねできる時があればしたいですねってか善悪善悪みたいなイベントがしたいですねねそうそうですねはい衣装いいよね衣装いいですよね嫌いなのかもしれない衣装かわいいありがとうございますかわいいですよねあれね,ねでも来てくださる方でなんかベストとかシャツとかリボンもお揃いにしてくださってる方がいらっしゃるのでどこで買ったんだろうね私も欲しいぐらい <laughs> ねぜひそうだよねあればいいよねリリーベそうだリリーブもねなんか何かしらできたらいいよねちょっと全くそう予定わかんないんですけどできたらいいなと思っておりますうーんそうだよねなかなか見,見れる機会ってもう公演とかコンサートとかだよねそうだよねねそうだよねそうだよねえー、っとシースルーで我慢しますどういうこと <laughs> どういういことシースルーで我慢しますどういうことうありなっちゃうはい私ですありがとうございますねえまたお菓子作れたいなあっ是非ねえオ,オンラインかオンラインでもねぜひぜひあの見せしてくださいなんかオンラインだと2人きりの空間でなんかこう趣味のお話だったりとか何か見せたいものだったりをなんかお見せできる空間だったりじっくり話せるっていう場所だったりでそうオンラインはねそうでオフラインは直接お話できる たりとかなんかこう全身をこうお洋服足の先まで見てもらえるっていうところがあってなんかどちらも素敵なところがたくさんたくさん詰まってるのでそうよかったらぜひあのー、オフラインもオンラインもよかったら楽しんでいただけると思うので <laughs> 思うのでぜひよかったらお待ちしておりますねえーっとそれぞれ良さあるよねえわかりますとしかもオンラインだと皆様が多分いろんなところで <laughs> 何かとあの予定と被っててもオンラインだと <laughs> どこ行ってもねできるのでおぜひぜひお待ちしておりますあそうねわかります確かになんか仕切りもそうだよね仕切りね仕切りがどうなるかっていうのも知りたいしそうちょっと分厚いなんかシートだと全部あの声がね吸収されちゃうからなんかちょっとこう声が通るようなやつがあればいいなって思うしそれかなしで。 そうあのー、ある程度のこうお話がこう聞こえる距離感であったらいいなって思いますできれば、ね、近づけたらいいんだできれば近づけたらいいなって思うんですけど、ね、そうガタバーがねそう <laughs> 発動しちゃうから「て <laughs> ?」って「え何?なに」って言っちゃうから <laughs> あんまり発動したくないんだけど <laughs>、ね、そうありがとうございますあスケジュール調節もねありがとうございますありがとうございますね。そう ね、マスカリのあ多分いつだっけなんかいつからかでもシートはなかったいつからかシートはなかったよねいつかのいつかの時なかった気がするそう、ね、でも本当ははんかお顔見たいんですけどね応援してくださる皆様の,あの口元が見たいです <laughs> ねマスクなしになったらいいなって思っておりますね口元が見たいですはいマスク姿大好きあ,ありがとうございます私初めてあ多分ショールームで初めて マスク姿を見せたと思う。見せたと思う。<laughs> 口元が見たいそう。口元が見たいんですよね。だからちょっと口元が見られたらいいなって思っております。よだれ出てるの？<laughs> よだれ出てるので、ね、あたまにいますよね。ここがね口元がねこう透明な方いらっしゃいますよね。 なので楽しみにしております,本当,ります、ね、本当にありがとうございますね申し込んでくださった皆さん本当にありがとうございますでも本当あの来ていただいたらあの本当にあの来てよかったって思っていただけるようなおしゃべり会にしたいなと思ってるのでよかったらお待ちしておりますしあのちょっとでもねあの <laughs> 他のメンバー他のメンバーをすごくすごく応援してて ちょっとほんと少し少し話せたらいいなっていう方もぜひ来ていただけたら嬉しいですねはいあの本当になんか他のメンバーイチオシだし楽しいっていう方もいらっしゃると思うんですけどあのち,ょちょっとちょっと話せたらみたいな <laughs> ちょっと話せたらいいなっていう方もあのぜひね来ていただけたら嬉しいなって思いますあ全然大丈夫で全然他のメンバー推しの方も大体その劇場であのー いつもお見かけする方はそのこのこの,この子このメンバーをしているのかなっていうのが大体把握できているのでそう全然あの良かったら気軽に来ていただけたら嬉しいなと思いますアジャライできますありがとう <laughs> ありがとうございます一対一なんてバツえ全然そのもう一対一で一対一で話そうよ <laughs> うんえー、と俺の影響で気になっている友達もできれば連れていきます待ってるねありがとうございます。 あありがとうございます全然あ調整してもいいえっ <laughs> ぜひぜひおお待ちしておりますぜひぜひあの本当に気軽に来ていただけたら嬉しいなって思いますしそうなんかその最近来てるその劇場とかで足を運んでくださっててそのななみちゃんとれいちゃん推しの方でそうあのメールでメールの返信とかで覚えてくださいっていう方とかもいらっしゃるので全然私ほ本当に覚えたいなと思ってるのでぜひぜひよかったらお待ちしておりますね。 うん、今は倒しですよ。あ、ありがとうございますね。お待ちしてます。ありがとうございます。えー、っともうた。<laughs> もう倒しに戻れるな。そうですよね。そうですよね。でも本当に ngt のメンバーすごい。たくさん魅力的な。 子がたくさんいらっしゃるので NGT をこうやってあの好きでいていただけることもすごく嬉しいし本当に何かこのメンバーの素敵なところとかこのメンバーのいいところを見ていただけることもすごく嬉しいですしあの本当に何て言うかな。NGT が好きって 思っていただけることが本当に幸せなことです。ありがとうございますね。もちろんその楽しいを連れてます。ずっとまりちゃん楽しいです。っていう方もめちゃくちゃ嬉しいですし、本当にあの全部嬉しいです。うん。 えーとオンラインですがマスクないかお見せしまであありがとうねありがとうございますありがとうございますねほんとにこういう事情があっていけないっていう方とかもそうメールの返信とかチャットで、ね、お話ししてくださる方とかもいらっしゃっててそう是非の本当に来れる時で大丈夫なのでいつでも待ってますのでよかったらお待ちしてますね本当にそうなんかその事情を話してくださる方とかもいらっしゃっててそうありがとうございますそうありがとうございますねはい。 えー、みんな可愛いもんねそうわかりえわかります可愛いですよね本当に好きになっちゃう <laughs> なんか本当見れば見るほど会えば会うほど好きになりません、ね、他の他の子にも挨拶しようかなもう,もう挨拶してるよね <laughs> 他の子にも挨拶しようかなじゃなくてもうもうもうしてるうん <laughs> 浴衣祭り行きたたかったそうですよね浴衣祭りもあの応募してくださった方もありがとうございます当たったよって方もありがとうございますね私も楽しみにしておりますそうなんかその質問で何するのってあの聞いてくださる方とかもいらっしゃったんですけどまだちょっと詳細が私も分かってなくってそうでも楽しんでいただけるイベントに絶対なると思うので楽しみ私も楽しみにしてますめちゃめちゃ。 えー、分かるだから増えちゃうのよえですよね分かります分かりますお試しだけのはずだったのよ <laughs> 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 そうだよねなんかちょっと行ってみようみたいな感覚だったけどあれだよね <laughs> 引きずり込まれちゃうよねでもそれが本当に ngt のいいところだと思う本当に NGT のメンバーみんななんか懐っこいような気がしますうん そうね一枚からそう一枚から布出すあの布って言っちゃった <laughs> 布じゃない布 <laughs> 布って言っちゃったそう一枚目から一枚から本当に沼に引きずり込むタイプの子が多いし本当にそう一人一人応援してくださる皆さんとメンバーがもう向き合ってるメンバーなのでそう布,布って言っちゃった一枚の布一枚からもう沼でね。そう なのでね本当に素敵なメンバーが揃ってると思うのでみんなに知っていただきたいなって思いますしねはいあでも逆にそう逆を言えば本当にあのよかったら <laughs> 私のところにもね来ていただけたら嬉しいなって思っておりますはいええー、と引きずり込むタイプだともうみんな本当にそうなので「こんばんはこんばんありがとうございます」そう、えー、1位だけだったとあらあらあらららららあらあららららららあらら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  えーっとえー、っとちょ一度直接話すと引き返せなくなりそうあそうだよねだと思ううん本当に本当にみんなねそう本当にかわいいのでそう素敵なメンバーがたくさんなのでそしてほしいなっていう気持ちもありますしあのぜひあのよかったら <laughs> 私のところにもはいぜひお白しねさぜひお待ちしております、ね、ありがとうございますそうありがとうございますね はいえマリタンはあいさつ着てない人でもお名前覚えたりするえっとえよく来てくださる方であのー、メンバーでそう私もあのー、メンバーから「あのいつも来てくださるあの方なんて名前?」とかって聞かれることあるんですよメンバーからも。そうで私もメンバーに聞くこともあるしそうだからなんか覚えっこしてます。みんなであの方 あほにゃららさんだよとかあの方ほにゃららさんだよっていうのをあの情報交換してます <laughs>。そう本当にそうお見送りであの方ってなんていうのとかあの方っていつもいらっしゃるよねって話をしてからそうなんとかさんだよなんとかさんだよとかなんとかさんだよっていう話をしておりますね。はい <laughs>。そう情報共有してますね。しているのでだからそうだね挨拶来てない。 方も覚えたりしますね。うん、逆に言えばメンバー他のメンバーもあの覚えてますしね。うん、お見送りであの見た方とかもね。うんなのでそう覚えっこしてますね。あ、d g <laughs> そうだね。dd の方とかね。そうだね。dd の方も楽しいの方も覚えられてますね。うん、<laughs> そうです。はい、えーと情報共有しております。はい、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。そう。 だから結構そうだね。でもみんなみんな覚えるの早いと思います。うん、本当に本当に。えー、っとこんばんは。こんばんありがとうございます。ええ、リリ8。え、どうなんだろう？でもななえー。でも辛いのかな？辛いですか？リリリリ辛いのかな？でも楽しい楽しいんじゃない？<laughs> そうだからみんな覚えてると思いますねうんあとはその来てくださる方でそのその私推しの方だったり他のメンバー推しの方が仲良かったりすると「何々さんと何々さん」って覚えたりとかもありますしそうそうなんですよねはいえ名前はないから覚えらるかあいやでも私聞かれたことありますねそう聞かれたことあるから全然私はあの知ってる方 もし聞かれた場合も、全然すべてメンバーに答えてます。なんとかさんだよって、そう、言ってます。そう、全然本当に、あ、そう、メンバーも、あ、ああの人ねーとかなるから、そう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 。だから、本当になんか、謎、謎解きみたい。<laughs> 謎、謎解きみたいになってますね。本当に。そう、あ、あの方ねって。あ。 あの x でよく名前見るとかってなりますね。本当に謎解きみたいになってます。本当にそうみんな推理してますね。<laughs> そうだから本当にそう。みんな名前は覚えてくれるメンバーがたくさんだと思います。<laughs> 謎解きですね。はい、そうなんですよ。そうなんですよ。むしろ私も逆に。 その紹介したいなって思うし応援私のことを応援してください皆さんをあのメンバーみんなにも知ってほしいから全然そう皆さんに紹介したいですね皆さんメンバーに皆さんのことを紹介していいですねそうそうですそうです遊びに来よありがとうございますありがとうございますそうえー、っとオンラインならそうオンラインだともう「なんとかさん」って名前も飛び交うしねそうなんですよそういうことでございます本当にそうなんですよそうそうそう。 えっとあそうなんだかってえられたでもいいことですよね本当にそう本当に本当にに何だろう何て言うかな何て言うんだろうあのほんと応援してくださる皆さんがあの私たちのことをアイドルにしてくれたから本当に私もあのー、自分のね本当に活動 していく中でどん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 覚えていきたいなって思うしそう本当にあの感謝の気持ちを込めてねなのでこれからあのー、よかったら是非あのまだねきっとまだいつも来てるけどいつも顔見るけどあの x で見かけるけどあのなんか一致してないって方もまだまだ私もいるいるのでだからこの機会にぜひあのー、一致できたらいいなと思っております生まれ終わられたらしいですよね えノエピ, <laughs>、ね、ピーが一番大きかったからなそう栃木県でしたらほ行ったことないからなあでも本当にそれも楽しみですよねね現場のねその日の楽しみでもありますもんね部屋中に響き渡りますかねそうですねなんとかさーんって <laughs> そう本当に響き当たるのであああっちにも行ってああこっちにも行ってっていうのはあれますね <laughs> そうですはい さんに名前言ったらあなたがそうなんだってっあそうだだよねそうだからみんな絶対一致したらすごい嬉しいと思うからみんなもよかったらあのぜひ名前をこう言っていくのも今回のおしゃべり会からこう名前をみんなにこう伝えるのはありなんじゃないかなってめっちゃ思いますはいそうぜぜぜひぜひぜひ <laughs> そうねカリちゃんもおっきいよねうんさっき「まるまちゃんに言ってたでしょ」とか言われてあそうだね私も言いますしね。<laughs> <laughs> 私も言うしメンバーも言うし、うん、そうだねでも本当にに何かみんなで楽しさを共有できるのはめちゃめちゃ素敵なことですよねうん本当になのであの是非あのもしねほんとに何て言うんだろうなまだ悩んでらっしゃる方とかあの私のショールームを見てね悩んでらっしゃる方とかいらっしゃったら是非 <laughs> お待ちしております。こんばんは、ありがとうございます。なぜか4記者にバレてる。いや、バレてるっていいことよ。え、バラバレちゃダメなの？ま <laughs>、なんかなんかバレてるとかいいけど、バレちゃいけないことは何にもない。<laughs> そうなので、全然本当にあのバレちゃう知られてなんて言えばいいんだろうねバ。バレちゃうバレちゃうだとね、あれだけど、<laughs> うん、そう素敵なことなので覚えられた覚えてもらえたでいいと思います。<laughs> <laughs> そういいと思ういいと思う,そうバ,バレちゃったじゃないそうなのでぜひよかったらねあのぜひぜひ多分あのコメントもねあのとりあえず私のショールームってそのコメントしてくださる方たくさんいらっしゃるんですけどそのコメントしないでも見ている方とかもいらっしゃるのでぜひよかったらあのこの機会によかったらたあの来ていただけたら嬉しいですありがとうございますはい。 えーっともぐりんさんもぜひぜひもぐりんさんもいらしてくださいはいえー、っとあみゆみゆはお見送りの時に隣のメンバーが呼んでる名前を覚えようとしているらしいああそうねそうねそうね隣のメンバーね「なんとかさん」って呼ぶもんねそしたら「ああの人はなんとかさんなのね」ってなるもんねそうだよねそうだよね会いに行きます待ってますぜひぜひこんばんはこんばんはそうそうだよねそうそうそう それでも,でも私もね覚えたことあります。<laughs> ここだけの話 <laughs> あります。ベルちゃん気になってるので行ってもいいですか行ってもいいですか行っ,ってもいいですか行 <laughs> っ,ってもいいですか多分ね多分もう行くよね。<laughs> 私に聞く前に行くよね。<laughs> うん行くよね。うんうんうんそうだよね。 <laughs> そう買うよね行くよねもう決まってるよね <laughs> そうなのでねそう楽しいおしゃべり会になったらいいなって思いますはいはいえー、っとあーも桃ちゃん行くべきに関でねも桃ちゃん行くべきですかねあでも行ってみたらあの絶対面白いと思いますしあ行ってよかったなって思います思うと思いますよ絶対うんてか本当にどのメンバー行って本当におすすめ本当に全メンバーおすすめできる私はうん 本当にみんなおすすめです。はい。ええー、と、ベルちゃんの名前覚えるの早いですよね。いきない名前を言われても暴れおきました。あ <laughs> はそうだね。ベルちゃんをたくさん覚えてると思う。うん。覚えてると思います。まええー、と、まりちゃんのとこ行ってもいいですか。<laughs> ぜひ、もう、あの、私許可はなんていらないです。その時来ていただけることが嬉しいので。全然許可いらないです。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ええー、と <laughs>。 私は鼻が怖いから隠し方せず話してるいいと思ういや正直正直大事です正直大事ですその中でも一番おすすめなのはマリナお姉さんでしょえー、でもみんなおすすめだけどみんなおすすめですよみんなおすすめみんなおすすめだね本当にみんなおすすめだしあの本当に気になっていただけているのであれば来ていただけたら嬉しいですねうん。 ほんとにそうみんな本当におすすめです本当ににじ申し込み悩んできたそうだよねこの話聞いたら迷うよね <laughs> マリちゃんネシーのあぜ是非お願いしますはい本当に本当にえでも本当にねみんなおすすめなんですよなんかほんて言ったらいいんだろうな本当にそうみんな懐っこいしみんな覚えてくれるし本当にそうですね私私,私 なんて言ったらいいんだろう。な <laughs> んて言ったらいいんだろう。お、大人の会話しましょう <laughs>。<laughs> <laughs> おと、お茶、大人ならではの会話をできたらいいなって思ってます <laughs>。なんか私なんだろうと思って、今。パって年齢が浮かんで、大人っていうのが、わ、あの思い浮かんだ。大人の話ができたらいいなって思うし、なんかお悩みとかあったら。全然遠慮なく話していただけたら。いいなって思いますし。 なんて言えばいいんだろうな自分もその今までそのなんだろうなこうなんかこう自分がこうなんだろう経験してきたこととかだったりとかをなんか話していけたらいいなと思うしなんか経験して得たものとかもきっとお互いあるじゃないですかだからそのお話とかもできたらいいなぁと思何て,、はい <laughs> ま、て言えばいいんだろうなんかこういうことあってとこういうふうに思っててとかっていう悩みだったりとか何かこう。 なんかメンバーにこういうふうになんかこう思ってもらえたらいいなとかっていう話だったりとかもお話できたらいいなって思いますしなんか他のメンバーのなんかこういうふうに思ってるんだけどなかなかこういうふうに伝えられなくてっていう話とかも聞いたことあったので私他の方のメンバーの方からねそうとかもあるので全然何でもあの何て言えばいいんだろうお話できたらいいいなって思ってて思りますはい <laughs> そうなんですよねはい。 大人の会話、落ち着いて、あ、そう、大人、そう、大人の会話、そう、落ち着いてね、できたら。いいなあと思っております。そう、相談も、何でも悩みでも。いいですし、今思ってることをね、素直に。話すっていうことでもいいですし。はい。どうやったら、楽しいって信用されますか、ね。どうやったら楽しいって。ええー。な、どうやったら楽しいって。難しいね、え、でも、どうだろう。 今,まで今こうしてるよとかって話したらいいんじゃないかなって思いますなんか今自分が実際にこういう風にしてるんだああしてるんだってことをなんか話しできたら一番伝わるんじゃないですかね久しぶりにガタネってありがとうございますそうなので <laughs> 大人の相談室もできたらいいなって思っておりますでも何でもできたらいいなってなどんなお話もできたらいいなと思っておりますガチ恋ガチ恋話ガチ恋,ガチ恋会話分かった <laughs> はい分かった分かりましたじしましょう占いをしてもらえるえっとね占い占いね占い <laughs> 占いしてもらえる占いできたらいいんですけどね <laughs> 今日ちょっとね私携帯の中に占い本が入ってるのでそ携帯をもう一回持ち歩けばできるのかな <laughs> ねえー、と夫婦関係の相談とかでもあ全然何でも大丈夫ですぜひぜひ非「ガはえっ、ー、はファンからどんな話を聞きたい?えー」え なんだろうでもその思い出いっぱい公演のあの感想をまだ直接お話しできたことがないからその公演の話だったりもそうだしスプリングコンサート日向のね卒業コンサートとかの話だったりとかもそうですしあとそのイベントの話だったりとかもできたらいいなって思います。そそうでですね今までのその 今回前回のそのイベントお,おしゃべり会から話せてないこととかをお話しできたらいいなって思いますノープランでも大丈夫ですか全然大丈夫です全然大丈夫ですよお待ちしております <laughs> そうね、美原の写真集のお話とかも全然しましょう <laughs> そう全然あの何でもしましょうはい そうだよねいろいろね多分話したいこともたくさんあるしそう今回のねシングルのことについてもお話しできたらいいなって思いますし本当たくさんお話ししたいことがありますねうん行ったことないから行ってみたいぜひお待ちしておりますそう公演、えー、の感想とか春ンの感想だったりとかそうそうぜひぜひお話ししましょうねうんそうえー、相談はどこまで話していいか悩んじゃんあ全然どこまで,でも全然あの皆様の心を許すかぎり 全然大丈夫です。最後のおしゃべり会は去年だと思う。去年だと思います。うん。話す内容そうだよね。多分メモしないと忘れちゃうよね。<laughs> ね、そうメモしないと忘れちゃうからそうだよね。ね、ですよね。そう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 。えー、っとつい写真集買ってしまいました。本当についなんです。本当に本当につい。<laughs> いいと思いますよ。今日届いた写真集ね。そうぜひね語り合えたらいいなって。 思っております。そう、どっちもね。見させていただいたので、はい、講演の感想とかなの話をぜひお持ちしております。はい、えー、申し込んなきゃ当たるかな？当たる当てます。持ちしてます。ありがとう。手に書いておかなきゃ <laughs>。そしたらね。あれこれがら出して買ったことかちゃんと話せますもんね。うん。 えーっと今年12時の頃から話ーて分かりましたお待ちしてますね心許してありがとう全然あの何て言えばいいんだろうな時間が許す限り心が許す限りぜひお話しましょううん最後のシングルの喋しゃべり会は去年の12月の2日しあサそっかじゃあっッから,からそれからずっと話せてないもんねそうだよね なので毎回話したいことが考えていきますが目の前にすると真っ白になりますあーそうなのね待ってますねあのぜひぜひあのメモを押していただけたら多分きっと話せると思うのではいお待ちしておりますえー、っとあありがとう当たったありがとうございますそうだよね戸惑うよね私も何から話そうかなってね本ほんとほになんか迷っちゃううんえー、っと 全部受け入れてくれるから何でも話しちゃう。あ本当受け入れられてるかしら。えっ、ー、と今回のおしゃべり会でおすすめの人がありますか。全部です。<laughs> 本当に全部ですね。うん全部ですし。えー、でもどこだろう。なそうですよ。であえー、全部おすすめなんですけど。全部おすすめなんですけど。えー、どこだろうね。全部までもそうです十。 夏まず歌は私の誕生日が前後にある日程とかであの一言一,一,一言おおめだけでも <laughs> おめおめだけでもいいあのそうですね。言っていただけたら嬉しいです。<laughs> おめおだけでもいいです。<laughs> お,おだけでもいいので、はい、全然、そうですね。あの、全然、本当全部おすすめなんですけど。そうですね。10月、おすすめっていうか、10月、前、その誕生日の前後あたりに。あの、おめって言っていただけたら、一言言っていただけたら。<laughs> ありがたいです。ああ、あ、ちょっと前に出る。はい。ちょっと出たいようです。どうぞ、いってらっしゃい。はい。さっき寝てたの。あはい、出る。 ちゃちゃまるが出てきました。はい。えっ、ー、と一番あ一話近いのは二十日二十日かオンラインありがとうございますありがとうございますおめだけ言えきますねありがとうございます <laughs> おめえ真 <laughs> 白、えー、真っ白じゃないぞえー、ぜひぜひお待ちしておりますお待ちしておそうちゃちゃまるがちょっとね言いました年齢は聞きませんからね <laughs> 優しいですね <laughs> でも全然何歳って聞かれたら全然答えます二十九です二十九ですって言いますね。 猫ののえっ、ー、っとアマちゃんの散歩行ってきました猫は全員あの何て言ったらいいんだろう全員,全,員全員じゃないね全員じゃないんだけどあまちゃんがあのお散歩行っててちゃちゃ丸も外で出たがるけどちゃちゃ丸はちょっと出たらあのビューンって飛び出しそうだからちょっと外にねお散歩行けてないんですよねでもいつかあのー、できたらいいなって思ってますそう。 そうなんですあとは他の子は外行きたがらないですねはいえー、っと迷子そう迷子になっちゃうともうそうそうだねちゃちゃるが外飛び出たらそうわんぱくなのでそうなんですそうインドア派とアウトドア派に分かれますねえー、っと東京会場申し込んでありがとうございますありがとうございますそう何歳そうそうですポケのルームっぽく言いました <laughs> そうなのでぜひぜひ良かったらお待ちしておりますしあの全日程おすすめなのでお待ちしておりますありがとうございますで嬉しいね本当になんかお話できるこうやってシングルをリリースさせていただけることでそのお話できたりとかお会いできる機会がやっぱできるのはすごくすごく嬉しいなって思いますし本当にその シングルをリリースさせていただけることもそうですし NGT のために曲だったり歌詞とかをねいただけることもそうですしまた一つねその皆さんの前でパフォーマンスできる曲が1曲増えることもすごくすごく嬉しいですしそうなのでこれからもあの皆様と楽しい出来事だったり嬉しい出来事を共有できたらいいなぁと思っております。はい猫の、ね、の散歩の散歩歩そうするとめっちゃあの <laughs> あの不思議そうに見られますね通 <laughs> ってる方にすごいなんかそう不思議そうな顔で見られますな何を散歩してるんだろうあ、あ,あ猫かみたいな感じでそう見られますねはい珍しいかもねうんえっとねあ小型犬用のリードですねはいリードです小型犬用ですはい新、えー、曲楽しみ楽しみにしててねありがとうございます確かに覚えやすい日だよね覚えやすい日ですよね ね、そう犬だと思って見ちゃうでも犬じゃないみたいな感じになるもんね <laughs> そう確かに一気にそうだよね予定がねバーンって出たからなんかあれもこれもあれもあってこれもあってっていうのがたくさんあるから本当に7月は楽しみなことがあっ、ね、ハーネス嫌がらないでを見るとほんとにあお散歩行けるって分かるのでゴロゴロ言いますうんワンちゃんみたいだよね <laughs> そう本当に、ね、嬉しそうにしてくれるのえー、っと「ーっとハイブ長岡のしゃべり会い申し込みした今から楽しいありがとうございますありがとうございますあ本当猫を散歩してる人よく見るそう嬉しい悲鳴をそうですよねだからなんか本当に今スケジュール帳を見てこの日に行こうかあの日に行こうかって悩んでますって方もたくさんいらっしゃるのでありがとうございます私もめっちゃ楽しみですそしてすごいお話マスクしながらお話してたらすごい汗かいてきた <laughs> そう ねぜひぜひよかったらお待ちしておりますそかわいいよねほんとにそう喜んでくれるお散歩お散歩大好きなんでそう元気になるんだよねお散歩行くとうーんね悩みすぎると <laughs> 本当にあでもほんとに嬉しいありがとうねありがとうございますそうまずガったファンでねそうオンラインおしゃべり会があるので7月はまずほんとに、あのー、さっきのメールにもメール届いたかなメ,メール届いたメール届いてないメール届いたよね <laughs> ちょっと心配 メール届きましたよねちょっと待って心配,心配になってきたあっえまだ来てないちょっと待ってえどうしたんだろうなんかあれかな止まっちゃったかなちょっと待ってなんでだろうなんでだちょっと待ってねすいません見ていきます止まっちゃったかしらあごめんなさい画像がね壊れてたみたいそうごめんなさい 画像が壊れちゃってたみたいですすすごめんんなさいいい送りままねもう1回よかっったたたせん壊れちゃってたみたい最近ねなんかあのー、アプリで撮った写真はその大丈夫なんですけど携帯の画質がすごい最近ってさめっちゃありがとねごめんねそう大きいじゃないですがしかも画質が綺麗だからそれでねちょっとね送る時になんかちゃんと。 反映されなくなっちゃったみたいで。そう、なんかどん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 画質が進化すれば進化するほど。そうなんですよね。ちょっと待っててくださいね。ねそう。ね、びっくり。ちょっと待ってね。ちょっとしし。あ、こっちにしよう。そうなんですよね。えー、っと、ちょっと失礼します。ごめんなさい。そう、ありがとうございます。そう、壊れちゃうみたいで。いけるかな。 そう、そうなんだよね。えっ、ー、と、で、あ、そう、なんかね、画像が大きすぎちゃうみたいで。その。携帯から撮ると、なんかアプリで撮ると。大丈夫なんだけど。これで送られるといいな。よし。そう。今ね、そう、マネージャーさんが。教えてくださりました。よし、これで。 送信できたはずそそうそうなんだよね最近ねカメラすごいもんねどんどん進化してるもんねちょっと見てみますね大丈夫かしれなこれできっと届くかな多分ごめんなさいあのねさっきメール書いたからごめんなさいお知らせがそこに書いてあるかもショールームごめんねー よしオッケーです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよね。高画質でそうなっちゃうんですよね。ありがとうございます。メール待ってます、ね。待っててね。ごめんね。多分ショールームのお知らせの時間が書いてあるけど、申し訳ないです。止まっちゃっててえー。届くの単純にしてありがとうね。ありがとうございます。編集してしまう。読まなくていいです。<お> <laughs> あ、そうなのえ、全然読む。あの読みますね。ありがとうございます。見ましていただきます。オンラインできですか？ えー、あ,ありがとうございますしますありがとうございますねお待ちしております本当にオンラインもオフラインもお話しできるのが嬉しいのでぜひぜひお待ちしておりますはいありがとうございますあチャットではねそうお知らせしてたんですよねごめんなさいチャットでね先にお知らせしててその後にあのスケジュールに入れさせていただきましたありがとうございます来たら返信するありがとうございます待ってますねありがとうございますちょっと話戻るんですけどそうあのー、ぜひ よかったら迷ってる方いらっしゃったらぜひお待ちしておりますね本当にありがとうございますだから本当今日投税したよって広告来て嬉しいですねワクワクでお待ちしておりますありがとうございますねはいお待ちしてますありがとうございますあと何をお話し,しようとしたんだけどそうたくさんお話ししたいことがあったんだけどなんか私も本当いっぱいバーって話してると忘れちゃう <laughs> 忘れちゃうよねそう 外れちゃいますね。まゆみさんとオンラインまゆみさん、まゆみさん、まゆみさんと話したいですか？<laughs> そう、えー、っとオンライン電波があそうだよね。電波もちょっと心配なところありますよねね。なんかカクカクにならずにお話できたらいいなって思っておりますね。そう、楽しみにしてますね。ねねカクカクにならないといいな。ありがとうございます。えー、っと久しぶりにおしゃべりできるのが楽しいです。ありがとうございます。 ありがとうございますそうね浴衣祭りもそうですし7月はあのー、公園もそうですしそうあとあの公園もそうですしおしゃべり会もそうですし浴衣祭りもそうですし祇園柏崎。 4柏崎祭り海の大花火大会もそうですしねいっぱい楽しみがたくさんありますしあとねあの ngt から四人出演する出場するそう歌唱力決定戦もね楽しみでございます本当にいっぱいあるね本当に楽しみの出来事がたくさんありますはいスイスイとカフェはどんなカフェあどんなカフェじゃないどんなお店どんなお店えめっちゃ雰囲気いいお店に入りました <laughs> めっちゃねめっちゃねあの雰囲気いい お店がねお店にあの店に出演じないお店に,お店にそうあのー、入らせていただきましためっちゃね良かったですよそう東京のねそうあのー、いつだったかなその配信ショールーム配信の前にそう推イスイと行きましたはいえー、っとあ座りたいですそうだよねねまたそうですねあのバッチリ見えるところで見ていただけたら嬉しいな声もね。 うん、7月はもう全部行きたいぐらいでありがとうありがとうございますありがとうえっ、ー、と初めて行ったお店初めて行ったお店うんあっ寿さんも値段上げてくれてたみたいですね嬉しいえー、なんでマスクしてんのそうなんですよハザレーザーしたんですよこちらそうちょっとね今ねなんか地図みたいにぷくぷくしております <laughs> ね早く治るといいな本当にちょっと心配こっちなんで理由でこれマスクしておりますはい あそうなんですよそうそう東京のねところに行きましたそう行きましたよ <coughs> あそうねティフとかもそうですよねごめんなさいなんかその何て言うのそのななイベント関係がそのまだねちょっと詳細が出てなくて卒園するかどうかっていうのをちょっと分からないのでそうごめんねそうちょっと分かったらまたお知らせさせていただきますねうんえー、っとホットケーキに何かける ホットケーキに何かけるか、ホットケーキはえー、っといただいたものをかけてます <laughs>。あれ、メープルシロップなのかな？そう。バターとメープルシロップをかけます。はいね。間に合うといいけどな。そう。多分落ち着いてくると思うんですけど、もしあれだったら全力で隠します。<laughs> お化粧で隠します。はい、肌レーザーはずっとそうやりたかったんですよ。ずっとやりたくって。 そう今回そうちょっとねその時期時期日程をいただいてそうさせていただきましたそののまああのー、全部ねそうスタッフさんにお話ししててそうなんですよこの日程でさせていただきましたうんそう治っちゃうといいけどねそう治るといいなって思っております浴衣さえ見れば <laughs> ありがとう <laughs> ありがとうございますありがとうございます治る前に剥がしても大体 あのその今のこの状態よりも良くなれば大丈夫ですはいそうなんですよねそうなんです今年であさましてるんじてないですかえー、全くわかんないんですよねそう全然本当になんかその結構なんだろうそのフェスだったりとかはそうあの皆さんので知ることが多いですね <laughs> そう皆さんので本当に皆さんがえこれ出るのって言っていただけてからあえあ そうそうなのっていう感じなのでちょっとねそうまだ詳細とかが分からなくってそうごめんねなんかまた何かに出演するとか何かこうはっきり詳細が分かったらあのお知らせさせていただきますねそうごめんねでもなんか夏フェスとかいろいろとあの今年も出演させていただけたらいいなって思っておりますはい。 のでいろいろと夏の思い出もたくさんもう7月でねほんとたくさんあるんですけども8月もねそういっぱい作っていけたらいいなぁと思っておりますはいありがとうございますえっ、ー、とずっと喋っててすごいねって言ってありがとう <laughs> 私のシゃルブこんな感じです基本うん。 ここんばんんんばばははありがとうございます。あチケットありがとうね。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。そうだね、スパークとかもね、そう、ねちょっと詳細が分かってなくて、そう、ごめんね。うーんなのでね、ぜひ、あのー、楽しみにしておりますし、夏の思い出も共有できたらいいなと思っております。無言にならない配信がすごい。えでも、みんながコメントしてくれるっていうのもそうだし、本当になんか、無言になるならもう、つめつめで。<laughs> いろんなこと喋りたいっていうか、喋りたいことがたくさんあるので、基本。爪爪で、あの全力疾走で喋ってますね。大 <laughs> 体そうだね、私そうかも、ずっと喋ってるね、ごめんね、うるさかったら、ごめんね、うるさかったら、あの音量下げてね。<laughs> 音量下げてね、あの音量下げて、ね、全然、あの、ごめんね、本当に。<laughs> いっぱい思い出作りましょう、本当に、いっぱい思い出作りましょうね。ありがとうございます。ぜひ楽しみにしておりますね。 そうありがとうございますね本当7月そうあとそうだね卒業公演についても話したかったんですけど本当にそう過去のね卒業公演もね本当にもうねもう本当めちゃめちゃ泣きましたし本当に今も過去がねなんか楽屋にいてくれそうな感じがめっちゃしてて本当になんか、ね、卒業しちゃったんだけど卒業したんだけど。 なんんて言ったらいいんだろうまだいてくれそうな感じがまだ会えそうな感じがしてて本当にそう本当に卒業したんだねねなんかそう本当昨日とかもその写真とか見返したりアーカイブ見たりとかしてたんだけどねえそうだよねわかるねそうなのよ、ね、新潟にねそうなんですよねだから本当寂しい気持ち だし本当にいまだにあれなんですけどちょっとふわふわしてるような感じなんですけどみゆみゆの飲み友なななててあげてくださいいいいいんですか私で <laughs> なりたいですすか私りりたたそう本当に一緒に声かけてくれたりとかもしてくれたし本当にそう果帆が声かけてくれて本当にみんなとご飯行ったりとかそうするようになったから本当にそうね架け橋になってくれたからさ後輩とねそう。 ねこれから実感してくるね実感湧いてくるんだろうねきっとねうーんねでも本当ドレス姿も綺麗だったしなんかこう何て言うんだろうそカ保にも言ったんだけどさそのなんかドレスですごく綺麗だししかもなんかこうアイドルっぽさがめっちゃあったドレスじゃないですかだからそれがすごい似合っててすごい良かったそうピンクめっちゃ似合ってたそうね 本当に2人でプリクラそうそうなのよプリクラもね撮ったしねそうちいかわのプリ <laughs> こんばんはこんばんはありがとうございますそうしかもそうそうなのマリちゃんってね呼んでくれるメンバーだったし私最初そうマッシーって呼んでたのねそうマッシーって呼んでたけどそうカホってそう呼ぶようになって本当に自然にカホって呼んでるからそうちいかわ仲間だったしねそうなのそうなの綺麗だったよねこのドレスもね そうだから本当に写真見返してあ卒業しちゃったんだなでもいてくれそうだなっていう気持ちだったんですけどねえそうえわかりますかわいいよね本当にかわいい。ねえでも本当改めて あのちょっとすごい私 <laughs> すごいあれかもしれないんですけどちょっと臭いこと言うかもしれないですけどカメラ始めてよかっただってめっちゃ思って今までこう生誕だったりとか卒業公演とかで写真を撮らせていただいて本当なんかレンズを除けばメンバーが笑顔でねこっちを振り向いてくれるのもう幸せだよね <laughs>。そう私がレンズを除けばねみんなが笑ってくれてさすごい す、ね、素敵な表情を見せてくれてそうだからカメラ始めてて良かっったなって私すごい思うの <laughs> そう本当にこれが一番思うなんかもちろんなんだろうなその写真を撮ること自体は好きなんだけどもちろんねでもメンバーを撮ることもすごい好きでだからこれからもどんどん撮っていきたいなって思うしそう本当にメンバーの時計をめっちゃ使いたいなって思う。<laughs> そう本当にだからその応援してくださる方にも喜んでいただけたりとかそのメンバーの,あの推しの方にも本当にありがとうございますって言っていただけて本当にそれがすごく嬉しくてそうみんなに喜んでもらえるような写真を撮っていけたらいいなって思うしあの私推しの方もねあの喜んでもらえるようにあの私も写真を撮っていただきます <laughs>。私も写真を撮って いただきます。はい、お願いします。<laughs> のでこれからね。あのまたおしゃべり会とかその時でね。私服とかもインスタとかに載せたいなと思ってるので、その時に載せますね。うん、これからも写真たくさん撮りますね。撮りたいですね。本当にカメラ始めてよかったなってすごくすごく思います。うん、本当に。 そうそうなんですよ写真集出してくれほししいえ本当にそう写真集出したいぐらいだよねみんなの本当に今までの写真とかもなんかどこかでまとめられたらいいなって思いますいつもいい写真ありがとうそう言ってもらえてるしいありがとうございます本当にねめちゃめちゃモデルさんが撮ってそう何ていうのモデルさんが素敵なのではい、ね、撮った写真で写そうだよね私なんか展示したいものたくさんあるな写真もそうだし被り物もそうだし そうだね。皆様に見ていただきたいものがめっちゃありますね。<laughs> そう、めっちゃめっちゃありますね。はい、ありがとう。いい作品ありがとうございますね。ほんと展示会展覧会やりたいですね。それは本当に一つの夢写真家、家写真もそうだし、あの被り物もそうだしね。そう、固定開きたいです。作品ね。2つあります。<laughs> ありがとうございます。ということで。 ええー、そうだね1時間経ったからありがとうございますありがとうそう本当そうだねせっかく本当になんかねこのままねそうあのチャットとかに貼ったりとか x に貼ったりとかしてるけどねなんか何か形として残したいなって思いますうんねそう劇場で展示したいですねねそうロビーに飾りたいぐらいそうそうなんだよねあっという間にありがとうねすごいみんな暑くない私だけかなこんな暑いの <laughs> めっちゃすごい汗かきながら,汗かきながら話しちゃったあり,がとう、ね、うありがとうねそう古典期待してるありがとうありがとうねみんなありがとうございます確かに湿度高いからっていうのはあるのかね今ジメジメしてるもんねそうだよねムシムシしてるよねあっ全然大丈夫ですよ全然ありがとうね見てくれてありがとうねあ確かにフランボワーズさん, <laughs> フランボーさんありがとうございますそうだねね ということでじゃあこれからも写真も撮りつつそうですね7月もたくさんあのー、いい思い出を作れたらいいなと思っております皆さん本当にありがとね見てくださってありがとうございますそれではどうしようかなスクショタイムスク,スクショタイム <laughs> どうしようかなこのマスクの姿であれだよねでもいいのか貴重だからいいかな逆にじゃあスクショタイムにしようかなあハッシュタグ何にしようかなじゃあはいちょっとごめんねこれがちょっとちょっとあんま フフの,ようにしたいの <laughs> 隠そうかなはいそうだよね逆にありか食べたいた食べましたか食べたいたあっありがとう聞いてくれてあ全然 全然あげても大丈夫です。はい。大丈夫。食べた猫がいればよかったんだけど、猫一人もいないんですよ。<laughs> 周りに猫がいないんですよ、ね。はい。あ、そう、実家です。はい。 そう実家に帰ってきてきます実家の実家の実家のじゃない実家が皮膚科みたいなっちゃうえっと地元のそう皮膚科で以前もやってもらったところでそうやりに行ってそうなんですよちょっとね治る少しの期間ちょっと落ち着くまでの期間をいただいてその間実家にいますはいアメリカたあーありがとうごめんねソーシャールームね終わっちゃう時間に届いちゃった よかったら通知入れといてそう通知よかったらぜひお願いします。通知とあっつお願いします。はいいっぱい取れたよかった。ありがとうございます。あ今日はねお母さんがねご飯作ってくれた <laughs>。そう唐揚げ食べました。唐揚げとねたこ飯食べました。あとあげあハートしてくあハートあハートと見えないかも。なんかでも不思議なハート目だけハート。めっちゃ見てる。 大丈夫ですか取れましたかね俺も唐揚げ食べた一緒だね。取れたかな大丈夫ですかね取れましたかありがと、いい感じ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日見ていただき、ありがとうございます。狙われてる <laughs> ありがとう。えっと、今日のハッシュタグは、どうしよっかな悩むな。なんだろう。 何かな今日何話す何何今日いっぱい話したよね今日なんだろう何話したかななんかあれましたあ会でしょそう <laughs> 大人の会話大人の会話でもいいのかな大人の会話え大人の会話でも大丈夫ですかね <laughs> 大人の会話でもいい <laughs> 誰だ 確かに肌レーザーだったら分かりやすいかもね少し確かに肌レーザーもいいな肌レーザーあ確かに大人の会話をしましょうもいいね大人の会話もいいしうわ悩んじゃうみんなありがとう候補ありがとうございます <laughs> マスク配信 <laughs> えなんだろうな難しいねな何何どうやって話すなんかこれをまとめてなんか一ついいなんかなんかあれをしたいよね何をまとめられたらいいんだろう難しいな 肌,の肌レーザー大人の肌レーザー <laughs> 確かに大人の肌レーザーだけども確かに大人 <laughs> ちょっと面白くなっちゃったえー、っとどうしようまあそうだねハッシュタグ肌レーザーでいいのかな <laughs> ハッシュタグハッシュタグ皮膚科に行ってきた <laughs> あ一枚目からあ そうだじゃあこれにしようかな1枚目から「沼」って言いたかったのに私が1枚目から「布」って言っちゃったのであの1枚目から「布」にしようかな。いいから布にしたいと思いますそうコメントであそうあのー、他のメンバーをなんかお試しで行ったらもうお試しで行ったけどもうその。 そうなんかもうハマっちゃってっていう話があってそうお試しで行ったんだけどって言ってたんだけどお試しじゃなくなっちゃったっていう話とからそう1枚目から沼っていうコメント頂い,いたんですけど一枚目から布 <laughs> って言っちゃったんですよねはいそうなんですよねあ確かに待ってますます怪しいよねちょっと待って怪しいか怪しいね <laughs> ちょっと待ってちょっと待ってやっぱやめたやっぱやめちょっと待ってちょっと待って,っ待って変なことが生まれてしまう <laughs> ごめんみんなの方がごめん私私あんまり想像力がなかったみたいあんまり発想しなかったおおちょっとごめんなさいみんなの方がすごい想像力が豊かでありがとうございますちょっと待ってねえー、どうしよう悩むなでもある意味1枚目からまあ沼沼沼沼でいっかそうだね布って言っちゃったけど <laughs> 誤解が生まれてしまうより、ね、1枚目からぬ何があったんだってなっちゃうよねそうだよね想像力が豊かな方はちょっとあの水着だと思われちゃうよね <laughs> ということでじゃあ1枚目から沼にしようかな <laughs> 沼にしますそう沼にしよう布だとあれですもんねそうだよねなので、えー、っと1枚目から沼にしたいと思いますそれでいう意味では私も1枚目から沼にできるように頑張るね <laughs> ちょっと変更します布だと思ったけどちょっと布だって1枚目から布何があったんだと思われちゃうよねそうだよね危ないね <laughs> 布何あったんだと思うじゃねごめんねありがとうみんなありがとうみんなありがとうごめんねそうだよね見た方何があったんだと思うでよねえっ、ー、あそうだね数字でお願いしますはい <laughs> そうねさあ私も一枚目から沼を沼られ沼沼られるじゃない <laughs> 沼らせられるように頑張りますはいということでこれだったら多分あれだよねわかると思いますそう私がね変な髪型するからだよね <laughs> 1>, 1枚目から布って言っちゃったなんで布が出てきたのかもわからないにありがとうありがとうございますはいということでじゃあ1枚目から沼にしたいと思いますありがとうございます <laughs> 布だらけごめんねありがとねありがとうございますそうだよねそうだよね話がね何があったの布え1枚目から水着だと思われちゃうもんね。ありがとうそうしたいと思いますということで今日も見ていただきありがとうございます それではお話じゃない <laughs> お,話お話はもうした <laughs> えっとお名前を見させていただきたいと思います10歳、SI、が jx jx あと西ヶ崎ワンタンさんありがとうございますありがとうございますこれは何だろうキャンプかなありがとね ngt のなんかシールもあってくれてるのかなありがとうございます m かなということでまたお待ちしてますねありがとうございます えーっとそして12位がミノキちゃダウンタンさん10枚目シングル実作連続の選抜入りを埋トありがとう久しぶりのイケチをするけどさらに綺麗だったお花も見れるので楽しみにしてあぜ是非見せますねありがとうございます <laughs> これこの写真面白いねありがとうございますありがとうまたよかったらお待ちしてますさらに沼りに行きますねありがとうございます、ね、沼らせられますように <laughs> <laughs> そして十一位が8、えー、ブルーオーシャーアットワンターンに時間池さんありがとうございます今日はいちありがとうちょっとだけ時間が時間ちょっとの時間だけこえたしました準備見れなくてごめんなさいね九月以降のおしゃべり会申し回りました当選、えー、することを信じて励みに頑張ります頑張ってね待ってるね曲もどんな曲になるか楽しみありがとう楽しみにしててくださいありがとうございます全然あのいつでもウェルカムなのでぜひいらしてくださいねお待ちしておりますありがとうございます そして、1が、えー、ランダさん、ありがとうございます。今日も楽しい配信ありがとう。元気もらいました。よかった。オフラインもいっぱいというわけではないですが、ありがとうございます。また配信待ってません、ね。あ、しますね。ありがとうございます。またよかったらぜひお待ちしてます。 えー、がはむじさん、えー、7月最初の配信ありがとうしんありがとうございますシングル発売選抜おめでとうありがとうございます東京のオフライン行けるかわかんないけど行きたら盛大に誕生日おいしありがとうイベントで会えるの楽しみにしてるよありがとうございます私も楽しみにしてますねぜひあの無理はなさらずあの来れたらぜひ待ってますねありがとうございますねありがとうあーごめんね入れ替わっちゃったええー、とよいしょええー、と GX とンン西方県アンタンさんブルーオーシャンさん浜路さん美濃吉さん けが、えー、暗いさ、と、二時間的ワンタン、温泉猫鹿さん。はい、ありがとう。cd リーの選抜、おめでとうございます。ありがとうございます。えー、写真は日曜日食べた強よすセンターのカレーとカレーうどんです。土日にめぐ、土日に久しぶりに劇場公演見れました。初めて。両席に巡られて近くに生まれちゃんを見れてすごく嬉しかった。ありがとね。すごいね。カレーうどんとカレー食べたってことか。写真、ありがとうございます。時々、えー、劇場公演。 時々しか劇場行いけないですがまた行けるとき同じ店ありがとうございますねありがとうございますまた良かったらねあのよく見れる席でね当たりますようにお祈りしてますありがとうございますねぜひまたお待ちしておりますそしてアチがランナーさんそしてなないがなぎすけラーメンなチャーズさんありがとうございます美波ちゃんのシャワーがたまらん何なんだなあのドキドキは <laughs> 本本当当にに素,素敵ですよね本当にいろんな要素がたくさん詰まってて本当にあの皆さんまだね見てないまだね見られてない方とかもいらっしゃると思うのでこれから見る方がたくさんいらっしゃるのでちょっとまだ,まだ言えないんですけどまだ言えないんですけどでも明日ねあの動画が上がるのでちょっと私の是非。ぜひ <laughs> よかったらあの感想動画を見ていただけたら嬉しいです明日楽しみにしててくださいありがとうございますねねめっちゃかわいいね本当に本当におめでとうみはるありがとうございますそして六位がとしやじゃとワンタンさん配信ありお疲れ様です。ありがとうございますアアンンえーとますえー、っと順0番目シングルシンしておめでとうございます会いに行けるのは楽しみにしてますみやるちゃんの写真集も届きましたこれからえー、頭を横にしてじっくり <laughs> 見てみます。ぜひあの横にする理由はねもう見た方にはわかると思いますもう横にしてみたくなるところがあるんですよねぜひ横にしてじっくりとじっくりと見てあのみはるにねあのぜひ感想をじっくりお伝えくださいありがとうございますまた待ちしてますねそしてえ5位が高かしにあった西ヶ崎さんありがとうございます選抜おめでとう夕方祭りも楽しいですありがとうございます楽しみないね <laughs> <laughs> 浴衣姿、頑張ります。ありがとう。虹、えー、次申し込みは悩み中、悩み中で、寝れるまでに決めるかな、様マーワークは何か当たりません。あっ、当たりますように。ありがとうね。ありがとうございます。いろいろ申し込んでくださって。ありがとうございます。浴衣あたりもね、私も楽しみにしております。楽しいイベントになりますように。あっ、写真もありがとうございます。カエルさんですね。ありがとうございます。またお待ちしてますね。 そして、四位がち、ちずなと、あんたんさん。十名目、すみまつ、おめでとうございます。ありがとうございます。浴衣祭り、当選しました。ありがとうございます。たなばず、当日、まりちゃんにありがとう。とても楽しみ。おしゃべり会、追加します、ね。ありがとうございます。私も楽しみにしてますね。ありがとうございます。あ、浴衣の写真も。ありがとうございます。ねえ、浴衣、浴衣も、イベントでね、髪型どうしようかな。悩むな。何がいいかな。悩みますね。ありがとうございます。たなばた、ね。<laughs> 素敵な思い、作りましょうね。ありがとうございます。 またお待ちしてますそして3位が音速の機稿者とアンタさんえー、10枚目シングルセマツをめるとうありがとうえー、素敵な夏にしてありがとうございます素敵な夏に一緒にしましょうねありがとうございますこれをご飯の写真かな <laughs> また良かったらお待ちしてますありがとうございますそして2位がえー、マリナのギボックさん廃止お疲れ様久しぶりのおしゃべり会が楽しみできるいける日が全くわかりませんなるべく頑張っていきますありがとうね ええー、話したいことはうほどあるよおすすめメンバーを教えてもらって <laughs> 早く肌も治らないといいねプルプル肌そうですね治るといいなえー、シングル楽しみにしてますありがとう改めて実作連続選抜コメントありがとうございます楽しい味ありがとうありがとうございますピースの写真もありがとうございますおすすめもみんなおすすめですけどねまたねじっくりお話しできるの楽しみにしてますありがとうございますねおしゃべり会もぜひ来れるときお待ちしてますねありがとうございます そして1位が K アット新潟さん。ええー、配信ありがとうございました。マイスクしてても可愛い。ありがとう <laughs> ございます。えー、っと早く落ち着くといいですね。ね、夕方祭りを楽しみにしてますね。の中心なので安心します。ありがとうございます。次の公演の時しっかりお祝いいます。ありがとうございます。お待ちしてますね。ありがとうございます。写真も今の写真ありがとうございます。1位が K さんでした。ありがとうございます。 みんな大丈夫かな呼べてるかな、えー、大丈夫かな ?JXJX さん、ええー、と、ブルーオーシャンさん、浜字さん、みなきちさん、倉、え、石、ー、さん、蘭田さん、ねえ、なぎすけさん、えー、は上さん、高志さん、せつなさん、大阪のきこうさん。 な柳ぼくさん、けいさん大丈夫かな？ありがとうございます。またにありがとうございます。今日も明日ありがとう。こちらこそ見てくださってありがとうございます。ごめんね。お見苦しくて、ちょっと今日の姿配信ありがとう。こちらこそいや見てくれてありがとうだよ。本当にこっちがお礼を言うんだ。ありがとう。早く話してありがとうね。話したいね。話せる日楽しみしてますね。お疲れ様でした。ありがとう。 ありがとうございます。おやすまりな、今日も楽しかった、良かった、ありがとう。また次回も配信するときお知らせしますね。ありがとうございます。必ずスケジュールに入れますね。ありがとう、元気も持ちました、良かった。おやすまりな、ありがとうね。<laughs> ありがとう、おやすまりな、ありがとうございます。はい、では今日も見ていただきありがとうございました。あ、またね、しか、ありがとう。またね、たくさんのコメントアイテムありがとうございました。バイバーイ、またね、またね。 おやすみなさいバイバイ無理でよがありがとうおやすみまたねバイバイあれ大丈夫かな